じゃあ、こんにちは。まずこの授業に参加していただいてありがとうございます。この授業は、漫画バルセロナと、日本の文化庁、メディア芸術サイト、協力して、できましたプロジェクトです。バーチャル展示会をやって、漫画ダイバーシティとインクラージョンっていう、題の、展示会を、バーチャルで出しまして、で今回はメディア芸術祭で、大賞を受賞された島田虎之介先生にゲストとして、紹介してます。今日よろしくお願いします。どうも、こんにちは。島田虎之介です。よろしくお願いします。今日はゲストとして島田先生をもちろんいますが、他はパウラ・マルティネス先生とホセ・アンデレス・サンティアゴ先生にも参加あもうこの参加がありますので、よろしくお願いします。でまずは皆さんを紹介します。じゃあ島田虎之介先生は2000年にデビューされて、2008年「トロメライ」という作品、セーリング工芸社で出された作品ですけど、第12回手塚治虫文化賞、新星賞受賞されまして、で2019年、ロボサピエンス全史、この今日はディスカッションする作品ですけれど、この作品で、この漫画がすごい、2020男編第2位と、ザ・ベスト漫画2020、この漫画お嫁第2位に選出されまして、で同作では2020年23回、文化庁メディア芸術祭漫画部門受賞、大賞を受賞されまして、で同作は、2021年2月、このビデオ配信されるちょうど、その頃は、フランスのノエベ社から翻訳出版、予定されます。っていう島先生の紹介でした。で第23回文化庁メディア芸術祭漫画部門の大賞を受賞したロボサピエンス全史では、この作品ですね、アイザック・アシモフが描いた未来のような世界で、さまざまなロボットたちが重要な役割を担ってます。彼らはいわばサイバー人間として社会に完全に溶け込んでいるのです。説得力があり、巧みに一つ一つの物語がつながっていく。この作品は人間社会、また人類そのものの、衰退を描いています。と、ロボットは人間よりももっと人間らしくなれるのか、その人間性の意味を改めて考えさせられる作品です。で僕の印象ですが、SF 作品の多くは人間社会においてサイバー人間の存在をどう捉えるのかというジレンマを書いてます。しかしロボサピエンス全史では、ホモ・サピエンスの進化の先の社会でどのように人間自体が溶け込むのかを描いています。ネアンデルタール人や他の人族を超越した人間、私たち人類はこの新たな非生物であるロボサピエンスにとって代われることにどうやって対応するのか。こんな質問を島田虎之介氏は作品を通じて私たちに投げかけているのではないでしょうか。今からお聞きしますが、この作品こそストーリー面からも、作画ストーリー、スタイルからも日本漫画の多様性が分かる作品です。日本の漫画は動画スタイルやテーマなど、多岐にわたった作品の宝庫です、っていう紹介でした。はい、じゃあ先生、今日この授業に参加していただいてありがとうございます。すごく期待してます。この作品読んで非常に感動しましたので、でホセ・アンデレス・サンティアゴ氏はビーゴ大学の、博士研究員、2012年よりスペイン漫画評論家研究家協会の会員で、2012年から2016年には国際交流基金のフェローシッププログラムのフェロー兼、招待研究員として京都精華大学に在学で、2012年漫画「デル・クワドロブル・フロタンテ・ラ・ヴィニエタ・ハポネサ」という本を、執筆されました。
よろしくお願いします。La verdad es que es un placer poder participar en este evento. まずこのイベントに参加することができて非常に嬉しく思いまして、まずその主催者の方、島田先生ともに感謝したいんです。島田先生といろいろその作品について伺うことを楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。で、パウラ・マルティネス・リス氏は日本大学、助教ですね。日本文学サブカルチャーや国際的な学問を教えています。で、またスペイン語の翻訳も手掛けております。はい、よろしくお願いします。本日はお招きいただき誠にありがとうございました。もう先ほどマルクさんもおっしゃってたように、今日島田先生にですね、さまざまな質問をさせていただいて、楽しい、作品についてのディスカッションができればいいなというふうに思っております。本日はよろしくお願いいたします。で、じゃあ最初は僕からの質問に移りたいと思います。で、ここからディスカッションに入りたいと思います。で、最初の質問はすごくありきたりの質問だと思いますけれど、必ず漫画家の先生がゲストとしていらっしゃるときに、聞きたい質問ですが、で、いつ頃から漫画家になるかを考えたのか、で、なぜでしょうかと、なぜ漫画家になったんでしょうかっていうことを聞きたいと思います。どうぞ。まず最初のその質問ですけれど、漫画家になりたいって最初に思ったのは小学生の頃ですよね。その頃の、僕のアイドルっていうのは赤塚不二夫で、毎週少年サンデーとか少年マガジンを読んで、そんなようなことを思ってました。ただこれは子供はみんな小さい頃に宇宙飛行士になりたいとか、サッカー選手になりたいとか、漠然と思いますよね。だからそれは具体的なものじゃなくて、僕が漫画家になりたいと思ってたのもまずはそういうことです。だからそれは今現在自分が漫画家になっていることと直接つながってはいません。はい、ちょっと気になったのは赤塚不二夫の読者であるということですね。このようなヒューモアの作品を、子供の時読まれてたんですよね。で、先生のなんかヒューモアやりたかったんでしょうか。ロボサピエンス全史読んで全然ヒューマーがあんまり、全然というわけはいかないんですけど、 ほとんどヒューマーがないんですが、ちょっと気になったんですけど、それについて。はい、ですね、僕としてはキャラクターの絵柄っていうか、そういうものは、かなり赤塚不二夫の影響を受けたとは思ってるんですよね。デビュー作の時は特にそれを意識したんですが、デビューしてから20年ぐらい経ってますので、絵も変化してますから、そのあたりで、赤塚不二夫の影響っていうのは絵的にはね、薄れてきてはいるかなと思います。あと、赤塚不二夫のファンであったとは言っても、それでギャグ漫画を描いているわけではないのでね、そのあたりで、影響を読み取ることは難しいかもしれません。漫画家の先生はこういう、質問をしますと、大体面白い返事が来ますね。より深くそのスタイルとその性格が分かる、このような返答が面白いと思います。ありがとうございます。で、次の質問はですね、僕個人はもうたくさんの漫画家の先生とおしゃべりすることができて、いろいろ討論しまして、で、大体日本の漫画家の先生は、いや、自分の描いてるものは商業のために描いてるんですね、売れば良いっていうんですね。そう、作品ですね。売れば良い。で、もう一つの漫画家の先生の視線は、いや、アートですね、これはプロダクトじゃなくてアートですっていう、考え方もあります。大体ヨーロッパ欧米では第9のアート、コミックは第9のアートと呼ばれがちなんですけれども、島田先生はどうでしょうかね。先生をお持ち漫画に対する考え方はどのようなものですか。で、漫画とは先生にとってどのようなものでしょうか。
より作品性が高いものなのか、それとも商業的なものなのか。ですね、僕の漫画は日本の漫画の中では、確かにメインストリームではないですよね。メインストリームではないんだけど、じゃあ例えば日本の漫画っていう枠を取り払って考えたらどうなのか、それはいつも僕は考えてるんだけど、日本漫画の枠を取り払えれば僕の漫画っていうのはもう十分にエンターテインメントだと思ってます、うん、でエンターテインメントであると同時に、もちろんアートであるっていうところも意識していますけれど、例えばこのロボサピエンス全史のストーリーを読んでみれば分かると思いますけれど、これは例えばハリウッド映画で映画化されたら十分にエンターテインメント作品になると思います。で、今年の夏はですね、ちょっと偶然ですけどこのサピエンス全史という作品を読ん で昨日は気づいたんですよ。やっと日本語のタイトルはサピエンス全史になってるんですので、これはロボサピエンス全史なんでね、関係があるんですよね。サピエンス全史に関してなんですけれど、実はロボサピエンス全史っていうタイトルは、書き始めた時にはまだ決まってなかった。である程度書き始めて、で連載が決まった段階でじゃあタイトルはどうしようかといって考え始めたんですね。でいろいろな候補がある中からロボサピエンス全史っていうのが思いついたんですけど、その時に当然サピエンス全史っていう本があることは知ってはいたんですね。それでちょっとこれは読んだ方がいいかなとは思ったんですけれど、それを読むと、時間がかかって、漫画を書き進めるの遅くなってしまうので、読まなくていいだろうと思って、存在を知りながら、読まずに、今に至っています。機会あれば読んでください。すごく面白いですので、タイトルは面白いと思いました。昨日気づいたんですね。これは本はサピエンス全史すべての歴史でも、島田先生の場合は前の歴史ですね、プレヒストリーになってます。ホセさん、どうぞ質問お願いします。Gracias, Mark. En relación con lo que estaba comentando Shimada Sensei, 先ほど島田先生がおっしゃった通り、自分のスタイルは多くの読者が慣れている、特に海外の読者が慣れている日本のメインストリームの漫画と多少異なりますが、実際は日本の漫画の名作、例えばキャラクターの描き方はよく手塚治虫、特に火の鳥時代の作風でもありますし、それからロボサピエンス全史で描いている建造物や宇宙船は竹宮恵子の寺絵の、また同じように出た70年代 の、 作品、サイファイ作品の影響が受けていると思われますが、それ島田先生がやはりこういう影響を受けているわけでしょうか。ですね、まず竹宮恵子に関してはそれほどね読んだことがないんですよね。だから影響というようなものは多分ないだろうとは思います。もしかしたら間接的にはあるのかもしれないですけど、で手塚治虫の火の鳥に関してはこのロボサピエンス全史の全体のそのストーリーを考えた時にこれは火の鳥だなと自分でも思いました。だから思ったので、だからわざわざなんていうのかな、手塚治虫のキャラクターであるとかそういったものを、意図的に引用してみました。に似てるんですよね、火の鳥の感じが、どうぞ。No, por favor. La verdad es que estaba pensando. 漫画の話に限らず、直接漫画という同じ媒体から受けられた影響の話に限らなくて、島田先生の作品を読みますと、やはりもっと幅広く、例えば特にドイツ表現主義の影響、それはもちろんフリッツ・ラングのメトロポリスが典型的ですよね、このスタイルの中で。
その例えば建造物とかその光と影のコントラストとかで、まあ、とても表現主義的な作品であると思いますし、それから60年代70年代 のオパートというこういう視覚的な作詞効果も島田先生 の作品の中にたくさんありますね。それもやはり影響としてそう受けられたと言われますでしょうか。そうですね、ドイツ表現主義からの影響っていうのは直接的にも間接的にもあると思います。ドイツ表現主義から影響を受けて、ドイツのカメラマンがアメリカで撮影監督として撮った映画の、フィルムノワールですね、ギャング映画とか、あれはドイツ表現主義の影響を受けた絵作りがなされているということですが、僕はそういう映画が大好きですよね。だからロボサピエンス全史の第1話っていうのはハードボイルドミステリーの形をとって書いていますけれど、これはやはりそのアメリカなり、例えばフランスにもフィルムノワールありますけれど、そういったものからの影響です。だから本当にドイツ表現主義からの影響っていうのは正しい指摘だと思います。今家にはこのダニーボーイという作品もありまして、まさにこのね、アメリカのあの頃の時代の、まさにその、スタイルですよね。本当にその影響がここでも感じられます。Sí, bueno, a mayores, una de las cosas que me han parecido más características son, また島田先生の漫画を読みますと、やはり絵の中で視点とか特に消失点がとっても硬くてね、まるでこの漫画の中で建築というのは主人公の一人ではあるというもう感じがしました。それで島田先生が建築にもその興味をお持ちですか。なんで建築という要素がこの大きな役割を果たしているのですか。ですね、建築に関心がないわけではないですけど、ものすごく強く関心があるわけでもない。多分建築に関してなんで僕が非常にその興味を持っているんだろうと推測されるのは、やっぱりなんていうのかな、僕の漫画のその描き方によるものだと思いますよね。僕はなんていうのかな、まずページを開いた時にデザインされたデザインをしたいんですね。多分そこは他の日本の主流の漫画家の方とはかなり違うところだと思います。そのデザイン、ページをデザインするっていうところから、その建築っていう話に来ているんじゃないかなとは推測します。ですから、やはり建築の要素を意図的に組み込みたいというより、やはりグラフィックデザイン の作品をやっぱりグラフィックデザインのセンスを先生が生かしたいから、こう描いているという説ですね。ロボ、ザピエンス全史の面白いところとしてましてですね、もうやはり内容もすごい、もう読んだら面白いと思ったんですけれども、今先生がおっしゃったようにデザインですよね。やはりスペインではもうメインストリームの漫画に慣れている方が多いと思うので、それを、ロボザピエンス全史を初めて見る方は、最初印象的に残るのはデザインなんじゃないかなというふうに思います。だから、逆に言えばもう内容が面白いだけではなくて、デザインもすごい印象的で面白くて、すごい、私が初めて見た時に、あ、これは面白いな、もう惹かれましたねと思って、特にすみません、質問ではないんですけれども、もう本当にこのような読者たちは多分、全国、フランスもそうですし、スペインでも、いらっしゃるかと思いますので、すみません、質問ではなかったんですけど、コメントでした。その漫画ダイバーシティ&インクルージョンっていうバーチャル展示会を、もう公開した時にいろいろの反応がありました。その読者からビジターからいろいろ反応ありましたけれど、特にね、他の作品、他の紹介した作品は漫画、日本漫画という言葉を聞いたら大体
イメージが想像されるじゃないですかね、特に欧米の人たち。でも先生、島田先生の作品「ロボサピエンス全史」はもうかなり違うので、気になった人たちは多かったんです。で、ホセも私もスペイン評論家、コミック評論会に入ってますが、そのメンバーたちは Facebook のページで漫画ダイベシティ&インクルージョンという、展示会に、入ったら、特にね、これ気になるんですよっていう反応がありまして、もしね、可能だったらもうスペイン語でもね、近い将来、スペインの出版社にお願いしたいと思います。すいません。José, adelante. Por favor. No, para mí una de ロボサでピエンlas ス全cosas que 史me を読ん pareció でいる más ときは、fascinante de ロボ一サピエンス番全史びっくりes したこel とうのそ de 一 las つ、onomatopeyas y やは otros り島田先 elementos 生 textuales. の、Okay. オノマトボカペ、リその ellos 擬音語y の、書onomatopeyas き que se 方は、camuflan en la propia arquitectura. Y luego el形 は edificios その四 están 角く llenos de て、texto que 矩funcionan 形で、casi como bocadillos. 例えば建 Y es 物、un elemento pues muy curioso, に、muy diferencial 合y me 体されてい gustaría que ま comentases す。un poquito al 建物 respecto, と、sobre 背todo景cuando のも vemos のと、páginas 一como つになっesta. ている、吹き出し、オノcomo マトesta. ペの仕様がと Entonces, て bueno, も、como recurso es atípico, al menos オ visualmente, リdesde ジun ナル punto de vista で、gráfico, es original. これはNo sé 本当qué にすごいと思のいま decir しありますた。けそれは先生が、どういうふうに、このオノマトペの書き方を考えましたか？まず、あれは多分背景の、ことを言ってるんだとおっしゃってるんだと思うんですけど、あれはオノマトペとして書いたんじゃなくて、単に背景のデザインとして書いたんですよね。僕はあんまりオノマトペっていうのはほとんど使わないんですよね。このロボサピエンス全史でもオノマトペとして書いたのは、二つぐらいしかないんじゃないかと思うんですけれど。で、まず背景としていろいろなんていうんだ、文字を書いたのは、未来都市の風景っていうのをどうしたらいいのかっていうのを考えたところから始まりました。未来都市のね、デザインっていうのは多分今いろいろな映画とか漫画とかで書かれているもののルーツっていうのは多分映画の「ブレードランナー」だと思うんですよ。で、映画の「ブレードランナー」のああいう未来世界っていうのは、なんていうの、要するに非常にごちゃごちゃとしたそういうデザインですよね。でも僕はそういうものを書く技術もセンスもないので、そういう人間が未来世界をじゃあどういうふうに書いたらいいのか。だったらそれでいろいろ考えた挙句に、建物自体はもう単に四角いものでいいと。だからそこに何か漢字とかわけのわかんない文字をこう入れれば面白いんじゃないかと思って、それで書いたのがこのロボサピエンス全史の背景ですね。で、これはうまくいったと思います。Sin duda. La verdad es que, bueno, todas las preguntas que he hecho hasta ahora で、se centraban en aspectos sobre todo ここまでの質estéticos, 問は、pero una 島田先生diría un の、poco el アート complemento ね、que 美también術me ha につ fascinado いてでのla 質obra son 問、でし aspectos たが、narrativos. やはEntonces, りナレーションes un もと manga てcomo も個muy único 性en があとって、algunas historias とせても惹plantean かれたdesde もel punto のでだと思 vista います。del narrador. Otras これせは encuentran, bueno, se cuentan un poquito ロボpor サピエン diálogos 全entre 史をlos 読みますと、と personajes. ても遊び心 Otras のあせるれ漫画ばだ el と思 autor, いえますらす。música o la poesía. そのエい ピソードによっ otras son て、historias en las そけのロスボサトピーエンスは、mayoritariamente 例えば語り手の視点で語ったり、また会話で語ったりするものもあって、それか音楽ね、歌の歌詞とか詩とかを通してその語るエピソードもあって、それほぼ無音のエピソードもあります。本当にナレーションね、ストーリーの語り方がどのエピソードも違いますので、それとても面白く思いました。それはまたどういうふうにね、このアイデアをどうやって生み出したのですか？そうですね。語り口を変えるっていうのは、確かにその通りだと思いますね。やっぱり一つの同じやり方でやるのが、ちょっともう飽きちゃうんですよね。だからなんか、そのエピソードエピソードで、いろいろちょっと変えてみたいっていうのはあります。で、それがどういうふうに思いつくのかっていうのはね、それは自分でもちょっとよくはわからないですよね。ただいろんな映画であるとか、小説であるとか、そういったものの影響が無意識のうちに出てきているんだとは思います。
いつも漫画家さんにアーティストに聞く質問なんですけど、やはりまた技術協定について聞きたくてね、やはり今は直接のデジタルで描く漫画家さんの方が少なくいませんけど、島田先生の漫画を見ますと、やはり描き方にはまたこういう手作りの本当の絵の具材の書き方がとても目立つんですね。やはりデジタルではないと思いますけど、もっとこれ具体的に島田先生のこういう漫画の書き方についてどういうふうに書きますか、どんなものを使って書きますか、少し教えていただけますでしょうか。漫画は作画は完全にアナログですね。県都市の規制の原稿用紙に今はボールペンで書いています。デビューした当時は油性のミリペンで書いていましたが、だいたいロボサピエンス前史のちょっと前ぐらいから、ボールペンで書いています。で、今までね、補正さんは、主に美術、と関係のあった質問を、されてきましたが、彼はもう美術と漫画の研究者であるからそういうことにしてるんですが、で次はパウラさんですね。でパウラは日本文学とサブカルチャーの、専門家ですので、美術よりないように、移りたいと思います。はい、どうぞパウラさん。私はですね、やはり内容について少し伺いたいんですけれども、何が一番面白かったかと言いますと、ロボサピエンス全史はですね、もうオミニバースの形で構築されているような気がしまして、もう最初の、読んだ時にはですね、さまざまなストーリーが混ぜてるに見えるのですが、最終的にクライマックスに近づけるとつながりが見えてくるんですよね。こういった、構築が非常に面白くて、どんどん読みたくなるんですよね。もう漫画止まれないんですよ、最後まで。もうどうなってるかもう知りたくて。だからそれについて少し伺いたいんですけれども、こういったオムニバースの構築っていうのはどうやって思いついたのか。ですね、これはもうデビュー作の時からそういう書き方をしてまして、なんでそうなったのかっていうと、やっぱり僕がロバート・アルトマンの映画とかカート・ボネガットの小説が好きだったんですね。そこからの影響が強いと思います。どちらもロバート・アルトマンの例えば、代表作であるナッシュビルなんていうのは、24人ぐらいいる登場人物のさまざまなエピソードが語られて、で最終的には一つのクライマックスに収束する、ボネガットの小説もそういったようなことです。だからこの2人からの影響っていうのはものすごく強い。それが自分の書き方になっている。次の質問に移りたいんですけれども、ロボサピエンス全史、特にマリアにまつわるストーリーラインの、から考えてますとですね、やはり、福島の、原子力原発事故の、ことは、頭に、思いつきます。ロボサピエンス全史の舞台は日本であることは、私のメモリーが間違ってなければ特に書かれてないと思うんですが、やはり少しそういった関係性は少し私が読んだ時に感じました。でそれに関してですね、この前、朝日新聞で福島原発における放射能のレベルは想定以上である、というようなニュースがあって、やはりマリアのような経験していることと今日本で起きていることの少し関係性は見えなくはないかなというふうに、私は、思いました。それでですね、こういった作品を、作った際にですね、日本に起きた、3月11日のおよそちょうど10年前のことになるんですけれども、その、原発事故の影響とか、その時の経験はもしかしたら印象を受けたのではないかなというふうに、伺いたいんです。まず僕デビュー作でもうすでにチェルノブイリの、原発事故のことは書いてるんですよね。そういったこともあって原発に関してはずっと関心は持っていた。でそれで311の時にああいう事故が起きて、これはものすごいショックを受けたわけですよ。これは要するに漫画家としてというよりも一人の人間としてですが、それはもう自分の頭の中にずっとあるわけです。で今回ロボットの話を書くときに、
ロボットが人間社会の中に、まあ、深く入り込んでいった時に、で彼らにはどんな役割が与えられるだろうかと、そういうことを考えると多分人間にはできない、人間にとっては危険すぎることをロボットに肩代わりしてもらうだろうと。でそれは何かって考えた時に出てくるのがやっぱ原発事故、放射性廃棄物、そういったものですね、うん、だからまあ、福島のあの事故がこの漫画に結びついているっていうのはもうこれは間違いないことです。まあ、これに関してですね、もうこの作品を読んだ時にもう一つ、思ったのはもう人間らしさ、まあ、人道そのものがもう問われてるのではないかというふうに、思いました。ストーリー作品に登場するロボットたちはもうたまに、人間たちよりはもう人間らしく、行動してます。例えばですね、あるシーンにはですね、最高、評議会が開催されていて、でその時に、もうマリアというロボットに対してもうあなたがやっているもうオンカルの、まあ、留守番の、まあ、見守りという役割、あなたがやっていることは、まあ、人道的にも問題がありますというふうなコメントがありました。もう人間たちはそもそもその義務をつけられたんですけれども、それをロボットたちはもう疑問に思ってもう彼女を、まあ、解放させたかったんですよね。そこを読んだ時に非常に印象的に思ったんですけれども、先生の作品に登場しているロボットたちはもう人間よりは人間らしい、人間らしく行動しています。なので今の私たちのこの社会の中でもうどんどん、まあ、いろんな問題が起きていて、人間らしい者を失っていくのではないか、これからも、先生の原作に現れる、ロボットたちのようにですね、どのように、まあ、その人間らしさを維持することはできるのでしょうか。それはなかなか難しい質問ですよ。やっぱり僕はあくまで漫画として書いていただけなので、まあ、実際の人間がね、今後どうなっていくのか、どのように行動すべきなのかっていうことはまあ分からないわけだけど、でもまあ僕が自分が考えている理想っていうものはやっぱりそれは漫画の中に現れてきますよね。やっぱりロボットであるとはいえ、ロボサピエンス全史に出てきたキャラクターたちのことは温かみのある存在として書いたつもりです。それはやっぱり僕の人間観っていうのか、人間っていうのはそうあってほしいっていうようなものが現れてるんだと思います。確かにですね、このロボットたちの温かさという点はもう非常に印象的でして、おそらくまあ、みんな私だけではなくて他の、まあ、この作品を読んだ皆さんも、ね、ロボットの温かさ、人間より特に人間らしさを超えてるポイントは、まあ、印象的ではなかったでしょうか。いや、そういうふうに言っていただけると大変嬉しいです。まあ、前述の質問と少し関連してるんですけれども、この作品の中に現れるモニュメントなんですが、実際にそのモニュメントはロボット型の、まあ、ロダンの考える人、の、まあ、おもとにして、まあ、描かれているのではないかというふうに思うんですけれども、そのロボットのモニュメントは私たちに読者に何かメッセージ送ってますでしょうか。何か考えてくださいとかそういうことありますでしょうか。特に、ね、何かこの具体的なメッセージを考えたわけではないんですけれど、あれは「王と鳥」っていう、アニメーションがありますが、まあ、それに巨大なロボットが出てくるんですけれど、そこからの引用ですよね。で、まあ、その王と鳥の中でも最後あのような形でその巨大なロボットもどうだった、あれちょっとよく覚えてないんだけど、あのような形で座って終わるんじゃないかなと思うんですけど、そこから引用しました。メッセージはっていうのは何なの、特にないですよね。ないんだけど、でもその僕は漫画描く態度としてはメッセージとかテーマっていうのは取り立てて考えてるわけじゃない。ただだからといって何もないわけではないっていうのは、その読者がそれを読んだ時に心の中に湧いてくる感情、驚きとか悲しみとか怒りとか、それこそが何ていうのか、表現に触れることの醍醐味だと思ってます。だから何かそれを誘発するようなそのきっかけみたいなものが与えられればいいと思います。だから今そのあのロボットのモニュメントに何かメッセージあるかと、その
考えてくれたことが、考えてくれたっていうことは、それは僕がきっかけを与えることができたということなので、うまく自分でもうまく書けたんじゃないかと思ってます。実際のように捉えていただけるのは大変嬉しいです。そう、ちょっとコメントを追加させていただきますが、いろいろね、たくさんの作品を読んで、大体エンターテインメントとして読んだら面白かったなって終わりですが、この僕ら3人ね、このロボサピエンス全史を、日本語で、読むことができるんで、これからスペイン語や英語になったら、皆さんこのビデオを見てらっしゃる方々も、読めることになりますけれど、まだそういうことになるのか、フランス語ならできるんですけれど、他の言語はまだまだですけど、共通点があるとしたら、読者として僕ら3人、はこの作品を読んで、じゃあ終わった、面白かったなと思うだけでなく、次の日、またその次の日、また考えさせるんですよね。僕の友達はこのような作品は非常に面白くて、本当に何て言うんですかね、日本語で何と表現すればいいんでしょうかね、単なるエンターテインメントだけでなく考えさせる作品になってるので、本当に面白いと思います。はい、感じさせるもそうですよね、考えさせるもそうですし、感じさせることもありますよね。そうですね、先ほどの質問に少し関連してるんですけれども、人間らしさとかそういうテーマが結構そこ気にありますよね。例えばロボットたちはデータ交換するときにも顔を合わせしたりとか、あれは非常に印象的でしたんですよね。もうすごいインティマシーのある、モーメントのように捉えて、もうすごいもう思い出に残っています。でこういったロボットとロボットの間の、コミュニケーションに関連してるんですけれども、作品の中ではですね、いろんなコミュニケーション、いろんなスタイルがありまして、人間とロボットのコミュニケーション、ロボットとロボット同士のコミュニケーション、でもそれだけではなくて、結婚したりするロボットもありますし、そして原作でもですね、あまりネタバラシしたくないんですけれども、女性同士の、同性愛とか、そういった、女性のモセクシュアリティのテーマも結構、少し触れてるんですよね。なんかそれについて、漫画の作品を通じてですね、あるいは文化、漫画を通じて今の、社会の多様性を、少し、促すことは できるんでしょうか。そういう場面は先生はどういうふうにお考えでしょうか。まずロボサピエンス全史の中 のロボット そのあれですね、男女のあれは、例えば現実の世界でいろんな人たちがロボットを作ってますよね。ロボットの受付を作りました。でそういう時にそういうのって必ず若い女の子のロボットなんですよね。であれおかしいんです。だってロボットには男女もないし年齢もないのに、なぜ判を押したように若い女の子のロボットなの。そういう疑問があるから、ロボサピエンス全史の中では、わざとああいうふうに、ちょっとした、あれを、エピソードを入れてみました。それで、多様性について、漫画がどういう役割を果たせるかということなんですけれど、別に、漫画はそのために書くわけではないですけれど、漫画家は、現代を生きているわけですよね。だからその社会からどういう社会に生きているかっていうことを漫画家は、漫画家だけではなく表現者は全て意識してないといけない。それを意識していれば必ずその自分の表現にそれが現れてくる。ロボサピエンス全史にようなエピソードが出てきたっていうのは、それは紛れもなく僕自身が、現代を生きている、現代の社会を生きているからであって、それは何ていうのか、その役割を果たすっていうことではなく、その生きているからこそそれが出てきてしまう、必ず出てくる、そういうものだと思ってます。
まあ、確かに先生がおっしゃったようにもうロボットたちはよく若い、女性という形になりがちなんですけれども、原作の中ではですねちょっと年配の方年配の女性のロボットも現れましてもう非常にあとその瞬間はすごい今インパクトを受けました確かに、まあ、先ほど先生がおっしゃったように、作品はですねもう社会からまあ影響を与えている作品が、まあ、よくそういうことがよくありましてでそれを聞いた時にはあやっぱり今はですねもう世界は、ね、残念ながらコロナウイルスの、まあ、パンデミックの下に、まあ、コロナ禍が収束してないまま私たちは、まあ、ニューノーマルで生きています。で、原作の中にはですねレボットたちは非常に、まあエコって言いますかねもう結構サステイナブルな社会を作り上げることができましたんですよね。それはまあ、あ読んだ時に非常にまあ影響、まあ、あびっくりしたんですけれど もう人間たちよりはもうロボットたちはとっくにもうちゃんとした、まあ、エコの社会を作り上げることがもうできてるんですよね。で一方で私たち この今の社会ではですねコロナの社会の中ではもう非常にもう悪い面もたくさんある一方でまあ空気がもっと嫌いになったりとかそういったニュースもたまに耳にしますよね。だからある意味ではですねそのもうこのパンデミックの中ではですね人類における、まあ、サステイナブル環境の未来を突き上げるためにもしかしたらまあこれはまあ地球からのまあ注意のメッセージなのではないでしょうかということを少し考えました。なんか先生の作品の中では、ロボットウサギ型のロボットはマリアに人間に、未来はないとのようなコメントをしました。で今私たちは結構もうコロナ禍の中でもう 人類はどうしたらいいのかどのようになればいいのかということを少し考えまして、まあ、それについて少し曖昧な質問になって申し訳ないんですけれどもそれについてなんかどのようにお考えでしょうか。それ難しい質問ですよね。それ大きいすごく大きい質問ですよ、ね、やっぱり、うん、僕はやっぱり漫画としてあれを描いているわけでそのあの設定の中でどういったことが起こるのかということを考えて書いてます。それは現実の世界がどうかということではなくてね。ただそういうふうにその読んでくださったということはあのエピソードあるいはあのウサギのロボットのあのセリフがあの漫画の中でリアリティを持って説得力があったということですよね。うん、だそれはそのように読んでくれたっていうのは本当に作者冥利に尽きる。だからもうそれがその答えです。だから人類がどうなるのかというのはうんどうなんでしょうね。多分僕は楽観的だからとりあえず今自分が見知っている人たち周りにいる人たちあるいはその子供たちその世代は大丈夫でしょうと。でもその先のことはわからない、うん、この漫画の中にマリアはオンカロの管理人になるわけですけれどオンカロを出したのはそのかなり前にオンカロに関するドキュメンタリーを、見たんですよね。でその中で科学者たちはオンカロを運営するにあたって、10万年後にこのオンカロが危険な存在であることを、知らしめるためにはどうしたらいいのかそれに頭をひねってたわけですよ。つまり彼らは10万年後に今現在の人類文明が継続しているとは考えてないんですよね。だから今の人類文明がどこかで途絶えてそれに代わる何者かある程度の、知性を持った好奇心を持った存在がオンカロに近づかないようにするためにはどうしたらいいのかと考えている。で、それを見て確かに10万年後に人類の文明があるかどうかって考えたらない確率の方が高い。僕もそう思いました。だそういう考えはこの漫画を描くにあたって根底にずっとあった。うん、まあ、最後のもう締め、私からの締めのコメントと言いますか、もう、まあ、最初に最後に言っておきたいんですけれども、もうこの原作を読んだ時にもうやはりもう
デザインも面白いだけではなくて、内容はすごいもう最後まで読みたくてたまらなくて、でいろんなことを考えさせるだけではなくて、今先生がおっしゃったようにいろんなことを感じさせるんですよね。おそらくいろんな人が読んだら違うことを考える、いろんな意見が出ると思います。でこういうような作品はなかなかがなくて、まあ、個人的な、まあ、お願いなんですけども、スペイン語とかいろんな外国語にの早め翻訳すると、まあ、いいですねというの最終的な、まあ、メッセージでしたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。で、まあ、僕からのね、使命っていうか、もう最後の質問なんですけど、まあ、このロボサピエンス全史はもう先ほど言ったように、いろいろなセレクションに、入って、で、芸術、メディア芸術祭で、大賞を受賞しましたんですね。これはまずおめでとうございます。で、次はもうこの受賞された時にお知らせが来た時はどういうふうに感じましたでしょうかっていう聞きたかったんですね。うん、大きな賞ですからね。うん、いや、もう大変光栄でしたね。なんか、まあ、ただその、なんていうのかな。自分で言うのは変なんですけど、漫画家っていうのは多分自分が描いた漫画家がどの程度のものかなのかっていうのはみんなわかると思うんですよね。で、このロボサビエンス全史も、まあ、描いている時はその1ページ1ページ1コマ1コマにを描くのに集中してるから、まああんまわかんないんですけど、本になった時にやっぱこれは自分としてもちょっとやばいなというふうな感じはしました。うん、だからその自分のその時の感覚が文化庁メディア大賞っていう具体的な形でね、こう現れてきたっていうのは、まあ大変嬉しかったです。で、最後にですね、皆さんにね、この事業に、参加していただいてありがとうございます。今僕ら、参加者この4人だけでなく、先生もパウラもホセもそれだけでなく、文化庁の関係者、ビブの関係者、漫画バスロンの関係者、いろいろこの、バーチャルミーティングの後ろ側にいろいろなたくさんの、人たちが入っているので、それにちょっとお礼したいと思います。で、もちろん皆視聴者、皆さんこのビデオを見ている方々にも感謝したいと思います。で、ロボサピエンス全史ぜひ、フランス語だけでなくその他の言語にも出版社さんたち出版してください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。